三枚岩先生です。暑いですね。午後ですね。暑いですね。で、三枚岩先生のライブでの小学資金の試験投資です。このインジケーター通りに投資するんですね。で、これは勝ちましたね。腰船が出て下に目通して、これから上昇するというのを見るんですね。そういうインジカル。このシグナルでは勝率この通り80勝20敗。勝率 76% ですね。そうなってんですね。これは出てないですね。まだね、シグナルないんで、シグナル出ないということで。これ4時間足で見てるんですね。これシグナル出て落っこってるでしょ。それから上がってるんで、これで勝ちですね。だこういうとこの、これはね、ここ、シグナル出て、矢印通り出て、青か赤出てね、こう丸点が出たら、決算ということで、勝率見てますね。この、だから丸点は大体時間を置いて何出荷でやってるわけですけどね。これは下落ちないで上がっちゃったんだから負けになっちゃうんですね。あ、だけど、ここのとこ落っこってるから勝ってるか、ここね。という状況ですね。ただね、この勝率が良くても、現在までの証拠であって今後は変わるってね、このシグナル通りしても、負けるんですよ。単に上に投資するだけだと負けます。ね。これはちゃんと落ちてるからね、勝ちましたよね。これも落ちてるから勝ちでしたよね。これも落ちてるから勝ちですね。これも落ちてるから勝ちですね、ということで。例えばこうパッと広げて、これは負けかな？ちょっと落ちると勝ちかな？これはこんなに落ちるから勝ちでしょ？これも勝ち。だから、これは負けたけど、2-1 で勝ちですね。これも勝ちですね。ね。これは負けですね。まあ、そういう場合ね。で、今出てるのはいいけど、今後は落ちますからね。こんないい勝率になりませんから、今後は。この通り、どうしてもね。逆になります。だから、ただ一時下がって上がるというですね。それで負けるのが出るので、タイに近いけれども、負けます。それで、落ちるところを見て逆に一回投資するんですね。で、大体1ヶ月に資金の1割ぐらい稼げたらいいんじゃないかということで、ね、考えてます。